はいどうも、100万 VTuber ザキです。モナカ広告あるモナカです。赤ウピンの綿です。というわけで今回やっていく企画は麻雀と大富豪とポーカーとカードが組み合わさったニュー歴史をやっていきたいと思います。イエーイで、このニュー歴史っていうゲームは麻雀牌を使ってポーカーの役で大富豪をするっていうゲームになってて、役一覧がここに出てる感じあれで、まあ大体こんな感じですよと。そして、はい、まあ、じゃあ例えばカード1枚出しましたってなったとして、カードの強さがそれぞれあるんですよね、はい、でこの青の3が一番弱い牌になってて、この3を出したらこの次にこの黄色の3は出せます。で黄色の3よりも、まあ、緑の3の方が強いです、はい、で緑の3よりも赤の3が強いですっていう風に、同じ数字でも序列があって、まあ、青が一番弱くて赤が一番強いっていう感じ。1ペアとか2ペアとかフラッシュとかを作って、こう大富豪のようにどんどん出していって最後に自分の牌が0枚になった人の勝ちで、これを、5ラウンドやります。で最終的に、まあ、このチップが、まあ、一番多い人の勝ちって感じ。じゃあ早速やっていきますか。はい、まあ、見るのが一番いいかもしれない一応あのストレートっていう役があって、12345でも使えますし、67891でも使えます。1だけちょっと特殊で、はい、こいつはまあこの上のストレートでも下のストレートでも使えるということだけ、まあ一応言っておきます。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。すっあーあーえっ、はいはいはい、ちょっと待って、これはえ、何これ、この葉いっぱい買ったな。いやこれちょっと待って、え、何本ですかえ、ちょっと待って、これじゃあまずちょっと僕あの青の3持ってるんで、青の3持ってる人からゲームが始まるんですよね。はいはい、僕からなんですけど、そんなにちょっと待って、これ問われてる。で、矢切りが、え、矢切りありですか。矢切りあり、本来ないんやけどあり。この大富豪でもありますからね。うわこれ、いやめっちゃ、ちょちょちょえ、嘘やろ、ちょっと待って、いや、あのちょちょちょおかしい、持ってる前、おかしい、まずあのジャブジャブジャブで、ちょっとフォーカードからいきます。いや、これ返せないでしょ。でも、ね、このフォーカード弱くないですか。いやいや、まあ、弱いけど4のフォーカードってそんなフォーカードか。あの、圧勝してくださいパス。この1枚はね、まあ、何でもいいんで、でこの4に対して何出せますかっていう話なんで、こういうのもフォーカーみたいな人出せないんで。そうだな、1のフォーカー、いえそこで使う、これは潰さないとダメです。そこで使う、このままペースにやると終わりだ。なんか俺怖いんだけど。マジか。次ザキニキのターンですけど、パス。やめとこうかな。あ、じゃあこれ流れ、はい、流れました。まあ、シンプルにね、一回ちょっと6、ワンペアで99。結構強いですよ。これ1紹介してるから、この99出すのって22しかないから。しかも赤使ってるから9本出せないから、出せるのは22しかない。この5枚がセットにしか見えないんだよ。終わるでしょこれ。もうせ、これ止めないと終わるまでありますよ。これ終わるでしょ。いやいやいや、そんなことないよ。カード使っていいですか。え、もう1ラウンド目から使うんですか。1ラウンド1回しか使えないんですよ。いや、うん。ちょっと待って。言うてこっちも5枚やからね。うん、確かに。いや、これ刺さると思う。バータートレード、これ僕の貝を1枚あげてランダムにもらえるっていう。ああ、やべ、なるほどね。なのでこれ渡してここら辺もらいます。でパスです。これで多分一旦しのげる。じゃあ僕もパスでいいんすね。いやでもね、あのチェンジしたやつがうまいことね。いや聞いてるんよな。よし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 。いやこれね、いやきついな。ぶっ刺さりしてるこれ。くっそやな。お、カウンティングなしにしとカウンティングなしだわ。なんかめっちゃいいじゃん。カウンティングなしないから。5、ヤギリ。ヤギリはよ。5。いいんすか、いいんすか、それいいんすか。もうシンプルにいくさ、7の青パスでヤギリ。ヤギリマンおる。ヤギリマンめっちゃ持ってるやん。トリプルセブンパスで。パス。まあ僕はとりあえず多分もう勝ち勝ち。トリプル2。あ、いや無理や、無理や、無理や。反応強ない。無理や。はい、で。あ、ちょっと待った。ちょっと待った。何何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 何失われた権利。このカードの効果はプレイヤーを1人選び、そのプレイヤーは強制的にパスすることができますということなんで、これ流れた後親番パスしてもらって、僕パスで、僕もまあ出せないです。ああ、パスですね。でこれ流れる、流れたんですけど、親番をこれパスになる。でも失われてるの権利が。それパスできるの、これパスになるの。ちょっとこれ用確認だけど、まあじゃあ仕事ルール合ってるのか。2は誰も出せない。2は出せないですね。もうヤギリも誰も出せないですもんね。ああ、はいはい、9ペアということ。ああ、はい、なるほどね。
でまずトップの人に自分が持ってる牌の枚数チップ渡します。なので、まあ、僕3枚あるんで2枚もらって、3枚、はい、3枚もらって渡します。で2位と3位の間にも勝負があって、こっち2枚でこっち3枚なんで1枚差なんで、僕がチップを1枚こっちに渡します。でこれで1ラウンド終了。これでもね、ラス引いて5枚しか失ってないと逆に勝ちやから。あ、そうか、そうそうそう、ラスになるとすごいチップなくなるから、まあ、やっぱ枚数がそんなになかったら大丈夫なんで、いやもう実質勝ちですよ今の僕。おっと、うん、ちょっとカード使います。ニュービギニングってカード使いたいんですけど、あのこれリシャッフルです。リシャッフル、ちょっと弱すぎたんで。でも2、2枚あるいや、2、2枚とかじゃないんですよこのゲーム。で、あとやっぱりあのこの3がないのがきつい。これ自分指導やから、要はこれで最初ブーストめっちゃかけれるのに、そのポジションが悪いとそれができないから、ちょっと流血もします。なるほど。これって持ち点64っすけど、そんな使いますかね。そこまで減らんと。いやでも何もできないもん。終わったらもう一撃で終わりなんで。あ、そういえばあの2、1枚でも持ってたら2倍になるっていうルールありましたよ。マジ？え、僕さっき2、3枚持ってる状態で1枚も出してなくて、で終わりそうだったんですよ。確かに。あー、やばいって思って8倍払うとこだったんですよ僕。じゃあの青さん持ってる方から。私です。あー、そうかよ。リシャッフルしたのに運命変わらず。いや最悪や。いやー、これトップ取れる手じゃないな絶対。うわー、絶妙にゴミだ。お、じゃあとりあえず3人取り組み。僕パスで。パスで膨らんでんなー。おー、6になります。急に弱気。まあ矢切りしときますか。さすがにな。とりあえず一回矢切りしときまして、まあ44で、はい、55。おー、パス。より強い55。あー、11。おー、ちょっと行こう。ちょっと枚数減らしときたい。ここで22出すのちょっときついし、さすがに。パスです。いいんすね。そんな攻める場面になったのか。やばいやばいやばい。だ、矢切りストレート。うわっ、やばい、やばい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 、強すぎる。カード、じゃあもうこれ、いや無理。フィニッシュ入ってる、フィニッシュ入ってる。待て、いやもう無理だ。じゃあカード使います。不要なギフト使います。やばいってもう。このカードは自分の牌のうち任意の1枚を他のプレイヤーに送ることができます。じゃあもうシャルカム2あげます。やばい、2って、やばい、やばい、これ、はい、あらり、うわー、え、これやばくない？2出てる？出てない。あ、出てない。3枚。ちなみにあの2を持ってる状態で上がられた場合に払う点数が2倍の会場になっていくんですよ。だから2倍、4倍、8枚払われてる。ってことは、ちょっと待って、ちょっと加算してる。葉っぱ64で60。あ、いや、さっき勝ってるから。さっき勝ってるから。これぐらいしか残らない。勝ってるからギリギリ残る。いや、ちなみに僕は8の2倍で16。僕じゃあカード使っていいですか。おっと、ちょっともうこれはここしかない。シルバーライトニング。このカードは最下位になったプレイヤーだけが使用でき、各プレイヤーに支払わなければいけないチップを1枚だけにする。めちゃめちゃ強い。ということです。64枚支払うところを1枚よ。いやもうここしかない。これはもうこれ以上の出費は生まない。とりあえずまず生産してください。16枚。16枚。じゃあ 1で。うっす。おかしいな。ここはどうなんですか。枚数の差がないから多分ゼロだと思う。ああ、ね、じゃあゼロ。いやー、ちょっと会心のカードやったのかな。いやー、えぐー。こいつがなかったらもうゲーム終わってるやん。8ストめっちゃ強い。やばー。もう3ラウンド目で1枚しかない。いやいや、もう1枚当たってる。最後自力の対決だね。青さん誰ですか。はい、3、4のフルハウス。パスしておきます。パス。そんないいんすか、矢切りしてくださいみたいな。いやどうぞ。いや、マジこれ。いや、6つ切ります。矢切り。おー、ハチスト。うわ、出た。もう矢切りストレート。もう誰も勝てない最強のストレート。ちょっとまだ一番動かすな。に、パス。パス。川見てんな。パス。誘ってる感ありましたね。なんか怪しいね。いや、まあ、とりあえずはもう矢切り。やばいって、この格子出したら。やばいって。やばい。矢切り。いや、出たよ。いや、矢切りスト強すぎる。ギストからのに。どうしたんす、和田さん。誘われてるかもよ。乗ろう。パス。あれ、打撃がこれ当たるの。いや、ちょっと分かんないな。6。緑1。パス。パス。3枚4枚か。とりあえず9、2枚。パス。パス。終わってないな。枚数がちょっと不服なの。いやー、もうこれはもう1で。2で。あー、そこか、そこか。赤にはね、返せるカードがないんでね。とりあえず、黄色1で。パス。赤1出てるんで。まだこれパスで。9。1。
青い違ったお前間違えるぞまだまだ青いしは出せないでしょって言おうとしたパスパスパス、あ、いいですか、トップになれないと思ってないとかあれあれまだまだあれ残り2枚で回ってる、出せないの、嘘だろまだトップになれない可能性がある、なんだパス1枚ずつ、1枚かな、いいですよいいですよ、いや俺負けるもんやと思ってたから、 あと2ラウンド、なるほど、お、3あります、3も強いな、3も強すぎる、66使っとこう、モータルデスティン、僕が宣言した牌を捨てないといけないです、皆さん、8、8捨ててください、捨てました最悪なんだろこれを起点に立ち回ろうとしてたんだろで、僕のターンなんで、はい、強い6、よし、矢切封じしたぞ、よし、パス、パス、3、5、パス、2、あ、俺対抗あった、対抗あった、あったあっそ、対抗が俺あぶねー、はい、とりあえず一旦4、4でパス、パス、トリプル7、パス、センキュー、うーん、キュートリ、パス、パス、カウンティング、カウンティング、カウンティングがエグい、あれないやんけ3、意外と出せないじゃん、パス、パス、4、俺多分何大地おかしいよな、これ9に勝てるやついないでしょ、これには最強の9あれっ出せましたミスった、いやじゃあ俺は赤の位置がないやんって言ってる、赤の位置出てないからこれフィニッシュで決めれないやんって言って 4から出したの、とりあえず 2枚、3枚、じゃあ3枚と3バックで、僕が1枚、3に1枚ね、で最終局面、最終、でも勝ちなんだが、こっから負けないんだが、いや僕にはまだ、いやもう俺初手2出すよ本当に勝ち方だって、青さんあります、ウィニング青さんあります、いやもう僕にはまだ逆転の一手のカードがある、じゃあちょっとカード使います、ダブルショット使います、これは同じペアのカードを2回連続で出すことができます、やばいって、いやまあ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 、まあ、ちょっと減らしたいだけ、あダブルショット、4-4-9-9-8封じてるから、いやそうとりあえず1-1パス、2-2やばい、もう完全に捨てに来てる、もう処理してる2を、いやこれ返せないじゃん、パス、パス、パス、はい、えやばい、パスって言いましたよね今やばい、えやばい、やばい、またもう煮るなり焼くなりもうどうぞ好きにしてください、もう僕のパスしないで、いやもっと頑張って、えカードとか使えるんじゃない、さすがに出せるんで、いくらなんでもいくらなんでも出せるでしょ、パス、えちょっと待って、マジで出せへん、マジで1枚も出せない、しかもこのカードも出せへん、あーじゃあ勝ちです、最高じゃん、うわーやばい、俺やばいやばい、OTK やん、10枚の2倍20、これあの12枚の2倍20フルハウス強いんでね、すいません、強すぎるぜボコボコいざ、ボコボコ1枚も出したね最後、まあ、ちなみになんですけど100の1 100?128 かな、いやでもここには買っておきたい、あそこそこそこ、いや無理かな、25、え、30? え、嘘だろあの傷を負いながら途中1で終わって、あーそうか、僕途中あの60を払いかけたんで1で逃げたのが